右エンド赤のユニフォームが三重高校、そして左エンド白のユニフォームが県立四日市中央工業高校です。4中高の5連覇か、それとも三重高校の初優勝か。今前半40分がキックオフされました。第91回全国高校サッカー選手権三重県大会の決勝、今年の決勝戦は四中高と三重高校の一戦。左エンド白のユニフォームが5年連続30回目の全国選手権を狙う四日市中央工業高校、通称四中高。前回大会は全国で準優勝、その準優勝メンバーが8人残っています。今年は全国制覇を目標としている白のユニフォーム、四日市中央工業高校です。さあ、それでは両チームの先発メンバーを紹介してまいります。まずは5年連続30回目の全国選手権を狙う四中高の先発メンバー。四中高は 4-4-2 のシステム、ゴールキーパーは中村、ディフェンスは右に15番の川本、センターバック3番藤崎、4番坂、左サイドバックが13番の藤山、中盤ダブルボランチ14番真田、そして10番松尾が四中高のゲームメーカー、左サイドキャプテン18番の田村大輝、そして右に6番の川島、フォワードは2トップ17歳以下日本代表17番の田村翔太、そして18歳以下日本代表の16番の浅野です。四中高は前回大会全国でも活躍した2トップが今年もチームに残ってプレーしています。三重高校ボール、その四中高の控えの選手です。1番の横井、5番中、2人の3年生がベンチで控えています。今日の試合選手交代は4人まで認められています。さあ、それでは続いて大会初優勝を狙う赤のユニフォーム三重高校の先発メンバー。三重高校も 4-4-2 のシステム、ゴールキーパー森田、ディフェンスは左に6番キャプテンの池畑、センターバック14番の倉田、そして3番の中西、右のサイドバックが4番の小林、チャンスを迎える17番の田村翔太、抜け出す田村翔太シュート、ファーストシュートは四中高。杉本さん、まず2トップ、はい、一角、そうですね、17番田村翔太、形作りましたね。そうですね、守備でもね、彼ら2人は貢献度が高いので、その辺がうまく出たシーンでしたよね。まず試合の立ち上がり、四中高がビッグチャンスを迎えました。縦へのボール、3番の中西、ここで四中高がボールを奪う。さあ、2トップのスピード、16番の浅野、田村翔太左足シュート、ゴールキーパーの森田が弾きました。決定的なチャンス、キーパーよく我慢しましたよね。素晴らしかったと思います。2トップのコンビネーションで決定的なチャンスを作りました。17番田村翔太のシュート、浅野から最後アウトサイドで出して田村翔太のシュート、そして四中高のコーナーキック、この試合両チームを通じて初めてのコーナーキック。ファーストサイドを狙ってくる藤崎のヒット、16番の浅野、前を向く、1人かわす、またマルセイユルーレットを見せました。トリッキーなプレーを見せた16、さあ17番の田村翔太、ヒールで流す、18番の田村大輝、浅野が待っている、松尾のシュート、ディフェンスに当たる、さらに後ろから17番の田村翔太、14番の真田、左サイドを使う、ここに13番の藤山、そしてキャプテンの18番田村大輝、左サイドからチャンスを作る、速いクロスボール、16番の浅野シュート、キーパーの森田が取りました。取れるか、その辺が勝敗の鍵握るかなと思いますね。18番のキャプテン田村大輝、そして10番の松尾、右サイドが空いている、浅野が動き出している、17番の田村翔太、さあ前が空く、田村翔太のドリブル、中に入ってくる、浅野のシュート、決まった、後半の30分、やはり2トップ、16番の浅野が決めた四中高。いやー、田村が素晴らしい仕掛けしましたね。やはり2トップで結果を出しました四中高、後半の33分、本当にね、少々強引すぎるかなと思うぐらいの無謀な突破だったんですけれども、やはりあそこをね、こじ開けるのがやっぱね、ストライカーだと思いますね。後半の33分、ここからこの17番田村翔太の突破、そして浅野がニアに走り込みました。後半の33分、ついに先制ゴールは四中高、
さあ関本さん、はい、いよいよこの後半の33分、先制ゴールです。そう、その4中高が1点をリード。後半のアディショナルタイム、ロスタイムに入っています。後半のアディショナルタイム、いわゆるロスタイム3分、すでに手元の時計で後半のアディショナルタイム1分を経過。1点を追っているのは赤のユニフォーム三重高校。さあ17番の田村翔太が行く。ファーサイド走り込んでいるのは5番の中に入れる。クリアしたのは三重高校。さあ三重高校は早く攻めたい。13番の藤山、そうですね、セカンドボールに入れたいですね。ここに16番の浅野、エリアの中に入ってくる。まだボールのキープは4中高。18番の田村大輝、ここはもう4中高は時間を使います。後半のアディショナルタイム2分を経過。7番の森本、今年1年4中高を耐えすことを目標に、全国大会ベスト8を目標にしてきた三重高校サッカー部。その三重高校が4中高を相手に1点を追っています。後半のロスタイム、アディショナルタイムに入っています。まもなくその後半のロスタイム、アディショナルタイム3分を迎えます。17番の田村翔太が行く。ゴールキーパーの森田、徐々にロングボール、パワープレーできています三重高校。前線に上がっているのはセンターバック3番の上がりし、そしてここで三重高校のフリーキック。ここはもう三重高校はほぼ全員の選手が上がります。関本さん、はい、最後の大きな見せ場ですね。そうですね、三重高校これね、全員ペナルティーライン入ってもいいじゃないかなと思いますね。一人残っています。3番の中西がボールの近く、鎌田が上がっている。さあこれがラストプレーか。中西がロングシュートを狙ってきました。後半のロスタイム、アディショナルタイム、手元の時計で3分を経過。残り時間はもうほとんど残されていません。1対0リードしているのは前回大会全国準優勝、もう一度国立へ戻ろう、全国制覇を目標としてきた白のユニフォーム、四日市中央工業高校。4中高1点リード。後半のアディショナルタイム3分を経過しています。中へのボール、11番の松岡がボールに絡んでいく。ここで試合終了の長い笛。ここで試合が終わりました。1対0四中高が三重高校を破りました。四中高は5年連続30回目の全国選手権。今年も四中高が三重県の代表権を勝ち取りました。サッカー部創部50周年を三重県大会5連覇で飾りました四中高。17番田村翔太、そして16番の浅野、自慢の2トップが結果を出した四中高。一方敗れた三重高校、今年も四中高の壁を破ることができませんでした。第91回全国高校サッカー選手権大会、三重県大会の決勝、四日市中央工業高校と三重高校の一戦。1対0、四中高が三重高校を下して5年連続30回目の全国選手権出場。関本さん、はい、最後まで結果の分からない両チームともに非常に気持ちのこもったプレーを見せてくれましたよね。そうですね、決勝戦らしいね、球際の激しさであったりだとか、そういう集中力の高さね、うん、そういうところがすごくふんだんに見られた決勝でしたよね。今日の決勝、関本さんどんなところが印象に残りましたか。はい、そうですね、やはり3年間かけてね、最後の試合になるであろう、うん、そういう意気込みですね、高校生のはつらつとした素晴らしさ、そういうのをね感じましたね。放送席、見事5連覇を達成しました四日市中央工業の樋口志郎監督です。おめでとうございます。どうもありがとうございました。我慢の展開でした。振り返っていただけますか。そうですね、県予選は本当にもう思うようなサッカーができず、常にまあこういう、こう内容はこうともかくですね、こういうまあ試合になってしまって、まあ、そういう中で勝ち切るということができたということは非常に良かったなと思います。今大会は多くのプレッシャーを抱えながらのものだったとも思うんですけれども。そうですね、やっぱ昨年の準優勝の経験者が残っているということで、
勝手当たり前だというふうな見方をされますし、今年創部50周年という節目がありまして、いろんな意味で負けられないっていうような、そういうプレッシャーの中で戦ってきたというところはありました。さあそんな中で次は再び全国です。抱負お願いします。そうですね、もう今度は全国来たらのびのびと戦いますので、昨年残してきた、課題をですね、果たしてもう一回国立で戦いたいなというふうに思います。おめでとうございます。ありがとうございました。続いてキャプテンの田村選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。試合を終えていかがですか？そうですね、厳しい時間帯がなかったんですけど、失点しなかったのが良かったと思います。試合前にこれ以上県内では負けられない、そういった話をしていました。そうですね、やっぱ自分たちは去年準優勝したっていうプライドもあるので、本当に勝てて良かったです。さあ次は全国、抱負お願いします。やっぱ去年準優勝で終わってしまったので、今年は優勝して終わりたいと思います。頑張ってください。ありがとうございました。さあ今日決勝点を決めました、フォワードの浅野選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。ファインゴール振り返ってもらえますか？そうですね、自分は中に一人残ってただけなんで、みんながあそこまで本当にボールを運んでくれたことが本当にありがたいですよ。今日は妹の小春ちゃんが見に来ているということで、その小春ちゃんにもいいプレー見せられましたね。そうですね、見ても多分何も思ってないと思いますけど、勝利の女神が前いてくれたことで本当勝てたと思います。浅野選手、多くのお客さんが見に来ています。全国に向けてメッセージをお願いします。そうですね、自分はやっぱり本当に全国では1試合1点取るっていうのをやっぱ最低限にして、チームとしてはやっぱり2年連続本当に国立に向けて、本当に去年の成績を超えれるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。放送席お返しします。敗れました三重高校の井室監督なんですが、キーパー森田がよく頑張った、あのゴールには責任はない、一瞬の対応で得点を許してしまった、相手が一つ上だったと話しています。以上です。三重高校の選手は涙が止まりません。第91回全国高校サッカー選手権大会三重県大会の決勝、お伝えしましたように1対0、この16番浅野の決勝ゴールで四中高が三重高校を下して